オクテットチャンネル。こんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランド、コーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、気に入ったブランドシリーズということで、まあアイテムもご紹介させていただくんですけれども、今日紹介するのはね、HIP by Solid っていうアイテムなんですけど、今日ね、僕が着ているこう黒いね、ロズメ天竺って言われているアイテムのジャケットを紹介させてもらうわけではないんですが、こちらはね、思い入れたっぷりのアイテムなんで、最初にね、着させていただいてるんですけれども、このアイテムはね、僕たちが別注させていただいたブラックのロズメ天竺モデルになりまして、もうブラックのね、ロズメ天竺っていうのは、その時はね、この世の中に存在しなかったので、ブラックかっこいいから作りましょうって言って作ったのがね、このアイテムになるんですけれども、実際ね、4、5年着てても、まあこんな感じでね、着ることができるっていうことなので、まあ物はね、すごくいいと思うんですけど、それをね、ちょっと紹介したいなっていうふうに思っています。そしてね、まずね、ロズメ天竺って何やねんっていう話なんですけれども、まあ、文字通りですね。ロズメっていうことは、ギュッと糸が詰まってるってことですね。糸が詰まって、ちょっとね、固めなんですけれども、その分ね、丈夫で、素材がね、しっかりしてるってことですね。そして、天竺織りってことですね。こういった形のロズメ天竺っていう素材を使ったセットアップになります。そしてね、このロズメ天竺のセットアップなんですけれども、HIP by Solid の前にソリードというブランドでね、出してたんですが、2017年くらいに、こういうね、セットアップのスーツっていうのをソリードさんはね、世に出したんですよね。それまでのセットアップっていうと、グレンチェックのパンツにコンブレとかですね、グレーのパンツにコンブレとか、まあ全部コンブレだな。そういう組み合わせの、こう、かっちりしたジャケスラっていうものしかなかったんですが、ソリードさんが初めて、こちらのね、ドズメ天竺は、コットン100なんですけども、コットンでセットアップで着ることができるっていうものをね、初めてリリースしたんですよね。そして、そのね、コットン100で着ることができるセットアップっていうのは、カジュアルにも見せることができるし、ドレスにも見せることができる。そのね、どちらも表現できるっていうのが、すごくね、良さで、本当に覚えてるんですけれども、そのソリードの服をね、ジュビロ岩田が、オフィシャルネウェアとして使っていたっていうことですね。その時ね、中心選手だった、ななみさんとかが来て、PB があるんですけど、これがね、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。動きやすいっていうのをこうサッカーをすることで表現していたんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、これはやりたいなと思って僕たちもね、たくさんお客様に紹介させてもらったんですが、それを見てね、この日本のセットアップの市場っていうのはね、僕はちょっとずつ増えていったんじゃないかなっていうふうに思っています。ソリードさんもコットン地の硬い、どちらかというとウール寄りでドレスもカジュアルもいけるよみたいな、ね、そういうセットアップ、リラックスではなくどちらかというと硬めなんだけどちょっとカジュアルですね、まあ、独特の立ち位置で日本のね市場に支持されて一気にブレイクしたブランドじゃないかなっていうふうに思います。そのね、ドズメ天竺のこういうねセットアップ、今僕はね昔のものを持ってるんですけど、これはね今年実はねすごく残念なんですけど最後のコレクションとして、まあ、また復活するかもしれないですけど、まあ、来年はないので最後のコレクションとして出た商品をね紹介させていただこうというふうに思っております。こちらがですね2022-23AW のドズメ天竺ですね。現代に蘇ったドズメ天竺のセットアップモデルなんですけれども、こちらはねコットンとポリエステルのコンボになってますので、もう本当に物性も強いから、正直ね、ジャケットですけど、ジャブジャブ洗っていただけるっていうのも、すごくね、いいポイントになります。そして、ちょっとね、ブランドとしては、パンツがね、太くなったり、細くなったり、ジャケットがね、ちょっと緩くなったり、タイトになったりっていうのがあったんですけれども、今回はですね、割と最初のモデルに近い、クラシックなね、シルエットが特徴で、これはね、やっぱ僕、おじさんにぴったりじゃないかな、というふうに思ってます。こんな感じですね。パンツも、昔のこう、バチバチの細いものに比べると、ちょっとだけ太もものあたりとか緩いんですけども、裾はテーパードが効いているので、結構ね、タイトなラインで、すっきり足が長く見えますし、ジャケットもね、そんなにこう、緩いわけではなく、ストレッチも効いて、着心地もいい。
そして LINE もちょっとタイトめっていうことですね。こんな形でちょっとタイトめの感じですごくねスマートに着こなしていただけるセットアップのアイテムが完成したっていうことですね。そして以前ねやっぱり 5,6 年前と違うのはその頃はどちらかというとシャツ、ネクタイみたいなドレススタイルでセットアップを着てちょっとカジュアルに見せるっていうのが中心だったんですけど、今は僕が今日着ているようにノータイ、そしてまあ今モックネックですけどカットソーだったりまたニットだったりタートルネックだったりというシャツではないアイテムとの着こなしっていうのがね僕はすごく増えていると思うんですよね。それに合わせた感じで着こなししていただけるっていうのが僕はすごくねポイントじゃないかなというふうに思ってます。もちろんこうセットアップなので正直誰が着ても何も考えずにかっこよくなれるっていうねストレスフリーな服でも僕はあると思うので、ビジカジって難しいなみたいなね、ビジネスカジュアルってなんだろうみたいな人にこそですね、スーツで例えばねウールのパンツにアンコンではないねちゃんとパッドの入ったジャケット、そしてセットアップのパンツ、その中 T シャツっていうのはねあんまりかっこいいなっていうふうに思わないので、やっぱりこういうちょっとねカジュアルな上下を選んでいただくっていうのはねすごく良くて、そのね一つの商品としてこう最適なねアイテムじゃないかなっていうふうに思ってます。こんな感じですね。そしてね最初にも言いましたけどビジカジのどちらかというとね今風の着こなしですけど、もう一つねこの形でドレッシーにもね着ることができますので、それもね、ご紹介できたらなというふうに思ってます。はい、こんな感じでちょっとねドレスに寄せてみたんですけど、シャツとネクタイを合わせてもこんな感じでね、スーチングビジネススタイルとしてねドレススタイルとしても活用していただけるっていうのがこちらのね商品の強みじゃないかなっていうふうに思ってます。これねコットンポリエステルの素材なんですけれども、ドズメでちょっとねこう木調に見えると思うんですが、これがねウールっぽく見えますし、このまま本当に先ほども言いましたけどストレッチで伸びる、そしてお家で洗えるっていうことと、ちょっとねタイトめなんだけどストレッチで伸びることで着心地もすごくいいので、そういう意味でもねやっぱりドレスのスーツかっこいいんですけれども、今の時代ねやっぱパッドが入っていてちょっと堅苦しいイメージがあるんじゃないかなと思うので、こういったねセットアップを上手に着こなしていただくっていうのも僕はねすごく素敵なことじゃないかなっていうふうに思っています。こういった形で徐々にね人と会う機会が増えてきた中で、ドレッシーにしたいんだけどでもスーツ、シャツ、ネクタイっていうのはちょっと硬すぎるよね、どうしたらいいんだろうなっていう方こそね、こういった形のちょっとカジュアルな上下揃ったセットアップっていうのを選んでいただいて、それをねシーンに合わせてシャツとネクタイの時もあります、カットソーの時もあります、またねニットの時もあります、ジャケットを単品で使っていただく時もあります、またパンツも単品で使っていただく時もあります、といった形で幅広くね使っていただくことでコーディネートのね違いもあるアイテムだと思いますので、ぜひですね今シーズンで、なぜ横向いたのか分かりませんが今シーズンで終わってしまう HIP ソリードっていうブランドなんですけれども、ぜひですね最後のこの名作をですね手に取って実際ね着ていただけたら嬉しいです。ということですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またねコメントとかありましたら LINE でご質問いただいても、コメント欄にコメントいただいてもすぐにお返しさせていただきますので、ぜひ足跡をね残していただけると嬉しいです。ではまた、バイバイ。